ドイッチュランとは、ドイツ海軍が第二次世界大戦で運用した1万トン級の軍艦。ドイッチュランドと表記する資料もある。ドイッチュランとは、ドイツ海軍が第一次世界大戦後に竣工させた最初の大型の軍艦である。艦名はドイツ語でまさにドイツのこと。ベルサイユ条約の軍備制限条項を遵守して建造されたドイッチュランド急走交換の一番艦。 大日本帝国では、ポケット戦艦、あるいは、豆戦艦として紹介された。第二次世界大戦が始まると、ヒトラーは、ドイッチュラントの名を持つ艦が失われた場合の国民に、及ぼす、心理的、宣伝的マイナス要素を憂慮し、ドイッチュラントを、プロイセンの将軍、リュッツオウにちなんでリュッツオウと解明させた。これは、第一次世界大戦時の軍艦から受け継いだ。 名称であった。1939年には、リュツ及び、姉妹艦のアドミラルシェアとグラーフ出兵は、装甲艦より、重々に洋艦に、艦首変更された。ドイッチュラントは、キールのドイッチェーベルケ造船所で1929年2月5日に、寄港、1931年5月19日、パウルフォン・ヒンデンブルク大統領の手によって浸水した。 偽装は同年後半に完了し、1932年5月に処女公開を行った。1934年11月12日に収役し、ビルヘルムスハーフェンに配属された。スペイン内戦時にドイッチュラントは、スペイン沖に展開し、フランシスコ・フランコ将軍率いる、反政府軍を支援した。1936年から1939年の、 間に7回にわたって、スペイン沖に派遣された。ある時、ロルフ・カールス少将の機関であったドイッチュラントは、イギリス海軍のケージュン・ガラティア・イタリア海軍の駆逐艦マルチェットと共に、地中海マヨルカ島のパルマ港に停泊していた。そこに、共和国軍がパルマ港を空襲すると公言したので、最先人のジェームズ・サマビル少将が、ドイッチュラントとマルチェットを指揮し、郊外に出た。 そして三隻の国際混成船隊を指揮して、洋上を行動した。パルマ港を駅頭するとき、サマビル少将は指揮価格間の行動と連動を、称賛した。カールス・テイトクも、英語で、これら三国の海軍が、このように一つになって、艦隊を組める日が来るならば、いろいろな意味で良い結果となるだろうと返信した。1937年5月29日、四回目の、 スペイン派遣作戦でドイッチュラントは2機の共和国政府軍の爆撃機の攻撃を受け31名が死亡、101名が負傷した。報復として姉妹艦のアドミラルシェア以下の艦隊はアルメリア市に砲撃を行い民間人19名を殺害35個の建物を破壊した。ドイッチュラント合組員の遺体はジブラルタルに運ばれ同所に埋葬されたが ヒトラー総統の命により、ドイツ本国に運ばれ、大規模な葬儀の後に再埋葬された。当時、大日本帝国海軍の従順洋艦、足柄は、ジョージ6世大艦記念艦艦式に参加後、日本への帰路についていた。足柄は、ジブラルタルでドイッチュラントと遭遇。小林少将は、ドイッチュランドの外観上の損害が小さいことに触れ、死傷者多数の原因を火災と述べている。 ドイツは第二次世界大戦が始まる少し前にドイッチュラントとアドミラルグラーフシュペーを通称破壊実施のため大西洋に送り出した。ドイッチュラントは1939年8月24日にビルヘルムスハーフェンから出港しデンマーク海峡を通過して大西洋に出た。第二次世界大戦開戦後もしばらくは攻撃が許可されず、 グリーンランド南東沖に止まっていたが攻撃が許可されるとドイッチュラントは作戦行動を開始した南へ向かった本館は同年10月5日バーミューダ東方沖で小石を積んだイギリス船、ストーンゲートを沈めたこの後ドイッチュラントは北へ向かい10月9日にニューファンドランド東沖でイギリス船、シティオブ・フリントを打破したシティオブ・フリントはドイツへ送られたが その途中ノルウェーで抑留された。しばらくドイッチュラントはニューファンドランド島沖で活動し、10月14日にノルウェー戦ローレンツ W ハンセを沈めた。10月15日、ドイッチュラントは日本の火客船、箱根丸と遭遇した。同戦にはドイツ訪問を終えて日本に帰国中の大隅ミネオ海軍大将が乗船している。貴重後、 大隅大将は昭和天皇にドイッチュラントと遭遇した時の状況を報告した。この後のドイッチュラントは戦火もなくデンマーク海峡を通って11月15日にキールに帰還した。1940年4月、リュッツオウはベーザー演習作戦に参加した。当初、リュッツオウは南大西洋で捕鯨船団の攻撃を行う予定であったが、ヒトラーの命令によりその前に、 ベーザー演習作戦に参加することになった。結局、4月6日にエンジンの台座でひび割れが発見されたとこで、大西洋への出撃は当分できないことになった。リュッツォンは最初トロンハイム攻略部隊に加えられたが、後日オスロ攻略部隊に移動になった。オスロ攻略に当たるのは、リュッツォンの他重巡洋艦、ブルッヒアや軽巡洋艦 m デンなどであり、 ブルッヒャーに座上するオスカー・クメッツ少将が指揮した。それらは4月8日に、キールから出撃し、オスロのあるフィヨルドに入って4月9日朝には、ドレーバク水道の手前まで来た。ドレーバク水道を通過しようとした際のルウェー軍の要塞が砲撃を開始した。戦闘のブルッヒャーは被弾しさらにに来も受けて沈没。 その後ろにいたリュッツオウも15センチメートル砲弾3発を受けた他消火器による攻撃でも被害が生じ、リュッツオウは残りの艦艇を率いて一旦後退した。翌日要塞が降伏し、安全か確認されるとようやくリュッツオウはオスロへ向かった。オスロ到着後、同日中にリュッツオウは北に着いたが、その途中スカゲーラク海峡北でイギリス海軍の潜水艦、 スピアフィッシュにより雷撃を受けた。リュッツオウは艦備部を破損し、その修理は1941年春まで完了しなかった。同年6月12日、リュッツオウはノルウェー沖でイギリス空軍のブリストル防法と雷撃機によって攻撃され、魚雷1本が左舷後部に命中した。6月14日にキールに帰還し、1942年1月まで、 修理が行われた。ルッツォーは修理完了後に様々な戦闘に参加したが、最も重要な戦闘は1944年9月にバルト海で退却するドイツ軍支援のために行った砲撃であった。砲撃は数ヶ月にわたって行われた。その後、1945年4月にイギリス空軍によるゴトンバクダントールボーイの攻撃により、 資金団で艦艇を損傷し、スビネミュンデで,で着底する。破損は補修され、陸上支援の砲撃は続けられたが、同年5月4日に上院によって放棄された。1946年春には扶養され、ロシア語名のリュッツオフの名のまま9月26日付で、ソ連海軍に編入された。編入後、艦はモスボールに入れられた。その後、 1947年7月20日には、艦は修復不可能であるという判断が下され、実験用の標的艦としての利用が決定された。最終的に、この年7月22日にバルト海に没した。戦士総書91,975、ピアニッシモ 416A-418。 欧州戦勃発による、Z 玄艦,艦計画の消滅 AB ポケット海軍、年間1937、P159 原本300から301ページ、最新国防総書 P44、ドイツチランド公開坊主、同ちょ P48、6、ドイツの豆戦艦ドイッチランド、ハット a b c d e ベスマルクの最後1982、P272、イビザ。 ザボミング・オブ・ザ・パンツァーシフ・ドイッチュ・ランド -1937 ハット・ドイッチュ・ランド、ルゾ、オペレーショナル・ヒストリー・ハット・ ABA 定体艦式、及び、艦ンカン式ピアニッシモも、13から14、8、ドイッチュ・ランド工事件、戦死総書911975、ピアニッシモも、420A-421、海戦初期の不徹底な独海軍作戦。 ABCD 戦士総書91975ピアニッシモも420ビットから421ありがとうございます